こんにちは、ゆういずみです。今日は私の性転換手術で得られた助成器についてのお話をしていきたいと思います。で、私が作ったものっていうのはこう外観も中身もこう作ってるっていう風な、助成器に近いように作っていただいたっていう風な状況なんですけども、外観について、私その中の状況があまりにも悪すぎて外観のことあんまりこう今まで気にしてなかったんですけども、写真を撮ったりするとなんかこう梅干しみたいなんですね。梅干しみたいにこうしわくちゃというか苦しそうな感じ、こういうような感じというか、こうギュッ、なんて言ったらいいんでしょう、ギュッとこうしわくちゃになってるっていうんですか、こう絞ったり雑巾を絞ったようなというか、こう梅干しが乾燥したというか、なんて言ったらいいかわからないんですけども、そういうような感じのこう陰部になってるわけですね。小陰唇がこうそういうような感じになっていまして、で、私ちょっとこうお世話になってる看護師さんとかに聞いてみたんですね。これってちょっとこういう感じで合ってますかっていうふうに、皆さんこういう感じなんですかって、私ちょっとこう梅干しみたいなんですけどっていう風に相談しましたら、看護師さん曰く、あ、みんなこんなもんですよって言って、でも私がその梅干しっていう表現したらすごい笑ってらっしゃったんですけども、みんなこういうもんだよっていう風におっしゃってたんですね。で、こう助成器と比べることがあんまりないので、実際のこう助成器がどういう感じなのかわからないんですけども、性転換をして、でその病院でですよね、私がそのお世話になった病院で性転換手術をされた方っていうのは、なんかだいたいこんな感じですよっていうことなんですけども、なんて言うんでしょうね、これすごい梅干しみたいというかこういう感じなんですよね。こういう風になっていまして、で、こういうもんなのっていう風に思いました。で、これからツルツルになっていく、ツルっとしていくっていうことは多分ないと思うんですよね。で、結構時間が経って、去年の10月に私性転換手術をしまして、で、今もうもうすぐ1年っていう感じだと思うんですけども、だんだん梅干しみたいになってきてると思います。で、これでもう固定されて、多分もうこのままなんだろうなっていうことなんですけども、なので、こう、洗うときっていうのは、その、こう、シワの間といいますか、こう、なんて言うんでしょうね。伸ばすような感じで、伸ばすというか、こう、よく、平面じゃないんですね。フラットじゃないので、こう、入り組んだ形になってますので、そこをこう、ちゃんとこう、指を這わせて、洗う、洗浄するっていう風にしないと、綺麗に保つことができないんですよね。私こう顔よりも陰部を綺麗にしてるんですね。陰部がこう全身の中で一番綺麗な清潔な状態を保てるようにいつも洗浄してるんですけども、なのでこうあんまり洗いすぎも良くないかなとは思うんですけども、こう不衛生な状態にならないように、絶対にこう感染を起こさないようにっていうことで、すごい丁寧に洗ってるんですね。で、こう梅干しのその間をこうそっと洗うようにして洗浄してます。で、こう他の皆さんどうなのかなと思いまして、で、私はこう梅干しみたいな感じですよっていうことを皆さんにお伝えしたかったので、この動画を撮らせていただきました。よろしければ参考にされてみてください。あんまり参考にならないかもしれないんですけども、私の場合はこう梅干しみたいな感じですよっていう風な、そういった動画です。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。